マドリード、1808年5月3日虐殺とは、無護い方法で殺すこと。宗教、主義、主張、グループ、民族、政治、結社、また、村や国家、軍によって、ある目的や、主張のもとに形成された二人以上の集団により、行われ、一人以上の反抗できない状態に置かれた、非戦闘員、一般の市民を殺人すること。なおかつ、 ジュネーブ諸条約に基づく戦闘に該当しない殺人。法的には定義や基準について曖昧な要素が多く、虐殺という言葉は感覚的に使用されることが多い。一般の報道では手口の冷酷さや死体の残殺の有無によらず明らかに抵抗できない者が集団によって不法に殺された事件で虐殺と呼ばれることが多い。現代の報道の例の多くは、 戦争的状況である勢力によって一般人犠牲者が出たとする事件を虐殺と呼ぶこともある。チベット虐殺のように直接の殺害と別に圧政の強制政策によって多くの合死犠牲が出た数字をまとめて虐殺数と語られていることもある。国際的に一般人への大規模な事件で使われることが多く、国外の戦争について虐殺という表現だけで 組織的で大規模な民衆殺人と解釈されることもある。このため、虐殺事件の内容に議論があるときにさらに台をつけて、大虐殺と呼ぶ場合に対立的混乱の一因になっている。国際法では虐殺が規定されているが、時代に普遍ではない。それは基本的に意図を持ってある程度の人数を不法に殺すように命令されたものであり、 個人的な犯罪の集合とは別である。殺害の犠牲者が一人ないし少人数でも、非民主的な権力体制により残虐に殺された、事件については虐殺と呼ぶ場合がある。戦前の通州事件や小林多記事の事件などが、その例である。虐殺、大量虐殺、ジェノサイド、戦争犯罪、などこれらはそれぞれ意味が異なる面がある。 一般の言葉では虐殺の英訳はスローターであり、もともと沼地を意味し、動物に対しては安楽死でない畜殺、屠殺の意味となる。大規模事件ではまさかがよく使われる。他にも別の表現の事件を虐殺と翻訳する場合がある。ちなみに漢字としては、無ごたらしいは、無ごたらしい、無ごたらしいであり、逆単独では、 シータげるであり不当な強い社会的圧迫を意味する。刑事犯罪の分野で無ごたらしい手口で殺されたことを示す場合は残殺が多く使われている。虐殺については項目を書くこと自体が政治的な影響下にあるため、ここでは各条約や監修法による定義、あるいは言葉の整理を扱い、括弧の事件については各事件項目を参照されたい。 ありがとうございます。